はい、こんにちは。はい、じゃあ今日も商品を紹介していきたいと思います。橋本さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。ということで今日の商品はこちら、ババン。はい、大粒の、ブラジル産ルチルクオーツです。はい、ということで、すごい大きい、すごいこのカボションのこのぷっくり感がたまらない感じです。そうですね。はい、これね、今ね、真上から撮ってるので分かりづらいと思うんですけど、横から見るとすごい高さが、これ何ミリ？センチ？5ミリぐらいありますね。あ、5ミリぐらい、はい、結構高さがあります。はい、かなりありますね。結構珍しいじゃないですか、ここまで。こんなに、まあ、あんまりそのルチルクオーツ、うん、まあ、丸玉とかで、ね、結構多いんですけども、うん、ここまで線がぴっちり入ってるルチルは結構珍しいですね、うん、若干キャッツも出てますね、うん、どこどこ、上の方ですね。あ、本当だ、はい、綺麗に出ております。もともと水晶の中にですね、うん、これは何が入ってると思いますか？え、これはやっぱり鉱物だと私は思ってるんですけど、違うんですか？はい、これ鉱物なんですけど。何入ったの振り、はい、何さ、いや、あのちょっと質問みたいな感じで、はい、あの、まあ、ルチルルチルっていう、皆さんね、あの、うん、こういう金色のものが、うん、こう線状のものが入ってると思うんですけど、うん、実際にこう何なんだろうっていうところまで調べた方って結構少ないと思うんですよね、うん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 。でこれ水晶の中に、うん、実はチタンが入ってます。チタンなんだ。二酸化チタンって言われる、チタン鉱物が入ってます、はい、なんか鉄の成分なイメージだと思った。まあ、近い、勝手に、うんうん、近いんですけど、うん、あのチタン鉱物って言われるものですね。それが内包されてこういった形の、うんうん、金色の線状のものが出てるんですけど、うんうん、まあ、非常にあのこの、ルチルの入り方はすごく繊細に細い、うん、ルチルの二酸化のチタンがあの密集してこういう形に入ってるんですけども、特にすごい綺麗な細いのがいくつもいくつも入ってて、束になってるとこなんかすごい芸術的な感じの束ですよね、はい、これそうですね、うん、まあ、本当に自然が作り出した、うん、あのアート作品のように、うん、もうあの同じ入り方って探すの本当難しくてですね、ないですよね、やっぱりそれが天然のいいところですよね、やっぱり、はい、うん、あの透明な水晶の中にこうやって綺麗な、うん、あのルチルだけを、うん、あの入ってるものを探して、はい、ルースに加工するんですけど、うん、まあ、あの中国とかだと丸玉とかにしちゃうんですが、はい、あの日本とかだと結構ルース、うんうん、こういう形に加工をして、あのペンダントとかっていうのが昔流行ったんですね、うんうんうん、で今若い方なんかもすごくルチル好きな方多いんですけど、うんうん、あのやっぱり質のいいルチルを探すのってすごい大変なんですよ。確かに、はい、でこう結晶ルースだと結晶の中にルチルびっしりすぎても、うん、なんかちょっとこう不自然な感じになっちゃうし、うん、これなんかはあの水晶の部分とルチルの入り方のバランスがちょうど綺麗に分かれているんですね、うんうん、でこういうのを探すのが、まあ、ルチル好きな方は、うん、あの自分の好きなこう入り方とか、はいはい、このルチルの反射の仕方とかで、うんうん、結構選んでいただく方が多いですね、はい、なるほど。これ 14.5 キャラぐらい大きさになってますので、うんうん、結構、はい、結構存在感は、うん、そうですね、男性でもあのお使いいただけるサイズ感かなと思います、うんうんうん、はい、ということで、すごい今回はこんなに綺麗なルチルをご紹介させていただきました。橋本君、今日のじゃあおすすめポイント。そうですね、これはやはりあの根元の方のルチル、うん、このヘマタイトっていう鉱物なんかも入ってるんですけど、うんうん、あ、この下のところ。そうですね、これがちょうど根元の、これレインボーではない、レインボーも若干出ますね、この出てるよね、うん、水晶のところに、うん、すごい分かるかなこれ、はい、うん、この辺あの光り輝いてますけど、はい、まあ、この入り方だったり、うん、あとはそのルチルのこの細かい線の密集具合がすごく素敵な光り方をしてますので、はいはい、もう本当あの実物見てもらうとね、もっと綺麗に見えますので、うん、そうですね、はい、
ぜひご覧いただければと思います。はい、ということで今日はここまで。インスタグラムフォローよろしくお願いします、はい、YouTube チャンネル登録よろしくお願いします。ということで橋本さんありがとうございました。ありがとうございました。宝石研磨の匠。